願います石川博貴君 <laughs>、えー、公明党の石川博貴でございますえー、本日は質問の機会をいただきまして大変にありがとうございますえー、午前中の質疑に続きまして、えー、放送法の質疑、えー、させていただきますどうぞよろしくお願いいたします あの総務大臣からの今回の法案改正、提案理由説明にございましたとおり、まあ、放送をめぐる視聴環境が、まあ、ここ近年、大きく変化しているということが、まあ、今回の放送法改正の背景にあるということでございます。えー、午前中、二宮の,の先生のお質疑に対する答弁にもございましたけれども、スマートフォンの普及、あるいは動画配信サービスによる視聴が、まあ、国民の中でも一般化している、まあ、こうした視聴環境が大きく、まあ、変化しているところでございます。さらには、まあ、nhk、えー、として、えー 常時同時に配信に対するニーズの調査もあのされて、えー、この点も明らかになったこと、さらにはこの常時同時に配信についての実施を可能とする制度改正について、まあ、NHK からの要望があったということを踏まえて、えー、前回の平成26年の放送法改正の際には、この常時同時に配信、常時同時 常時同時配信をまあ禁止するということにしたわけでございますけれども、今回、これを解禁することとなりました。えー、しかし、まあ、国際社会とまあ比較してみるとどうなのかということを、えー、少し議論させていただきたいと思います。 午前中、杉尾先生からもご指摘がありましたけれども、イギリスの BBC、これは世界の公共放送事業者の中で先進的にインターネットの活用に取り組んできております。実に20年以上前、1997年からすでにオンラインサービスを行っていて、当初は担当大臣の事前承認が必要な付随サービスとされていたわけでございますが、10年経って2007年には、 テレビ、ラジオと並ぶ、まあ、BBC 自体の本来業務として、えー、このインターネットサービスを開始をして、えー、見逃し配信も2007年から、テレビ放送の同時配信も2008年から、まあ、日本に先駆けることを、まあ、10年以上前から、まあ、行っているわけでございます。まあ、こうしたあの諸外国の状況について、まあ、総務省はどのように、えー、分析、えー、また把握をしているのかということを、まあ、まずお伺いをしたいということと、こうした、まあ、BBC の取り組みと比較しますと、我が国の 取り組みというのは非常に遅れているんではないか。まあ衆議院の参考人の方からもこういったご指摘がありましたけれども、まあ、この点についてまあ総務省どのように考えているかまずお聞きをしたいと思います。国重総務大臣政務官、お答えいたします。英国の BBC は放送番組の常時同時配信や見逃し配信等のインターネット配信サービスを提供しております。 ドイツ、フランスなどの海外主要国の公共放送においても、同様の取り組みがなされていると承知をしております。これに対して NHK は、これまでラジオ放送、外国人向け国際放送、災害情報等の同時配信や、見逃し配信等のインターネット配信サービスを提供してきている一方で、国内テレビ放送の常時同時配信は、法律上実施できないこととされてきました。 そうした中で先ほどお石川委員御指摘のとおりスマートフォンの普及など昨今の市長環境の変化を踏まえ NHK よりその実施を可能とする制度改正の要望が平成28年に寄せられたところでありますこの要望を受けて総務省としては受信料を財源として行われる NHK の業務の追加について国民視聴者の理解を得て行うとともに NHK の非大化に つながらないかといった観点からまあ、丁寧な議論が必要であると考え有識者検討会の場で検討を重ねてきたところでありますその結果を踏まえて nhk による常時同時配信の実施を可能とする本法案を今国会に提出した次第であります西川博高君 ああ NHK からの要望がなかったということ、それからまあ今ご説明、政務官からございましたが、NHK の肥大化につながらないかといったようなまあ指摘、あるいは懸念があったということが、これまでなかなかこの法改正に踏み切れなかった大きな理由なんだというふうに思います。ただ、BBC もあの日本と同じくまあ公共放送でございますし、受信料とはまあ少し違う仕組みと聞いておりますが、国民からのまあ負担であっている、その中でまあ日本に先駆けて、こういったことを行ってきたということを、ま、あ あしっかり、えーまあ、その経験、あるいは教訓なんかも踏まえながら、これから我が国は取り組んでいく必要があるのではないかなというふうに思っております。えー、先ほど申し上げましたけれども、BBC はすでにあのこのインターネット同時上時配信を本来業務と、まあ、位置づけているところでございます。まあ、今回の法改正では、それに対して、まあ、インターネット活用業務はあくまでも付随的、まあ、補完的業務として、任意業務として、まあ、位置づけるわけでございますが、これをあの本来業務でなく、まあ、任意業務に位置づけた理由についてもお聞かせいただきます。 けますでしょうか山田情報流通行政局長お答え申し上げ NHK のインターネット活用業務でございますけれども、あの従来から放送法上、NHK の目的を達成するための任意業務として位置づけられているところでございます。 で今回解禁する常時同時配信でございますが、NHK のすべての放送番組をインターネットで配信する業務でございまして、これまでよりもあの大きな希望となりますが、NHK はあくまで受信契約者への補完的なサービスとして実施可能とするという制度整備を要望してこられました。これを踏まえまして、総務省として、これまでのインターネット活用業務と同様に任意業務の位置づけで実施することとしたものでございます。 はいまあ、あの受信料契約を行っている家族の構成員の方に対して、まあ、あ追加の負担を行わないで、えー、行うということから、ま,あ、まずはインターネット 活用業務を任意業務としているこれまでの基本的な枠組みは変えずに、その範囲の中で任意業務とするということでございましたが、これからの国民、視聴者の皆様が利用が始まってきますと、理解がどれほど進んでいくのか、そういったことを進めながら、中長期的に検討すべき課題として、今後、しっかり検討していただきたいというふうに思っているところでございます。 あの、今回の法改正に向けて、あの NHK はこれまで3度、この同時配信の配信実験をあの行ってこられました。 平成27年、28年、29年と3か年行われたわけでございますが、27年、28年に比べて、29年は飛躍的に同時廃止の利用率が向上したというふうに聞いております。アプリの使用を変更したり、あるいは積極的に周知を行ったことによって、28年までは利用率6%という調査結果であったところが、実に10倍、60%近くに上ったと。果たしてちょ 統計の取り方として適切なのかという疑問も抱くわけでございますが、まあ利用率は非常に増えたという結果が出ております。まあこうしたあの3回にわたって実施した配信実験、配信実験の結果を NHK はまあどのようにまあニーズとして捉えているのか、あ会長お聞かせいただけますでしょうか。日本放送協会上田会長、お答えいたします。総務省の放送をめぐる諸課題に関する検討会の第二次取りまとめでは、NHK の試験的提供や 国内外の各種データ調査を踏まえると常時同時配信についての国民視聴者のニーズは一定程度顕在化しているものと判断されるとされております平成29年度の試験的提供 B については試験を行った4週間で実験参加者の日ごとの利用率の平均は20%で継続的に利用していただきました 期間中に一度でも利用した人は実験参加者のおよそ60%でありました。また利用した人の満足度はおよそ90%となっており、視聴機会の拡大の可能性があると捉えております。インターネットサービスが一層高度化、多様化し、視聴環境が大きく変化する中、常時同時配信と見逃し配信のサービスを通じまして、放送番組を さまざまな危機、場所、時間等において、いつでもどこでも視聴したいという視聴者の期待に応えていきたいと考えております石川博隆君。ありがとうございます。あの今、ご説明ありましたとおり、まあ、利用率がまあ29年度の調査では60%に上ったということで、まあ、一定程度、国民の中に常時同時配信へのニーズがあるということでございます。一方、じゃあ、年代別に見るとどうだったのかということを、えー、お聞きをいたしますと、 30代以上の、まあ、高齢者の方も含めた方々の利用率は6割を超えていたということでございますが、私もこれ聞いて、まあ、意外だったんですが、よく考えるとそうかなとも思ったんですが、若い方々の、えー、調査結果20代ではあ失礼、10代では4割、まあ、20代では5割というふうに、まあ、30代以上に比べて、まあ、低い利用率であったという結果が出たと伺っております。 まあ本来あの、若者が、まあ、テレビ離れが進んでいる、えー、ネット環境、あるいはスマホの中で、えー、情報を入手する、まあ、世代である若者が、まあ、テレビから離れていく、まあ、この世代をこの常時同時配信の実現によって、捕まえていくといいますか、NHK としてはあ公共放送の役割として、そういう若い方々に情報を届ける、そういう使命をこのインターネット常時配信で、常時同時配信で実現をしていくということが、あまあ、一つのお目標でなければならないのではないかというふうに思うんですが、まあ、今回、 の調査結果では残念ながら、若い方々の利用率がまあ低い結果にまあ出たということでございます。まあ、こうしたあの若い方々、若者のえーニーズのに対する評価と、それからこう,いちこうした若い方々にまあしっかり番組を見ていただくというためには、質の向上、特にえこの後も出てきます,が出てきますけれども、著作権も含めたあのコンテンツの拡大、こうしたことをやっしっかりやっていくことが必要かと思いますけれども、この点について NHK、いかがお考えでしょうか。 日本放送協会荒木専務理事お答えします。平成二十九年度に行った同時配信実験試験的提供 B では、えー、期間中に一度でも利用した人は実験参加者のおよそ六十パーセントでありました。あのご指摘のようにこれを年代別に見ますと十代では四十パーセント弱、二十代ではおよそ五十パーセントでありました。ただあの利用した人の満足度は 10代、20代ともおよそ90%で、全体の傾向と変わりませんでした。若い世代においても視聴機会拡大につながる可能性があるというふうに捉えております。時時同時配信は 放送を補完するものとして実施いたします、えー、若者の視聴拡大に向けては番組の魅力の向上が大切であるというふうに考えておりますまた番組の配信を行うアプリやウェブサイトの使い方についてもさらに工夫をしていきたいというふうに思っております石川博人君 続きまして、まあ、私自身 NHK を受信させていただいている者の一人として、また今後も、あの今後、このインターネット同時受信が、あ配信が実現すれば、あぜひともまあ見たいと思っている者の一人としてお聞きをしたいんですけれども、まあ、今回のお常時同時配信を解禁するのと合わせて、えー、インターネット活用業務の実施基準の認可要件があ見直されることとなります、えー。先ほども申し上げましたけれども、今回 NHK はあ受信契約世帯、 の構成員は追加負担なく利用できるということとしているというふうに聞いておりますけれども本法律案で実施基準の認可要件を追加をして料金その他の提供条件が受信料制度の趣旨に照らして適切かどうかを審査するとされておりますこの料金その他の提供条件ということが具体的に何を指すのか総務省からの御説明をいただきたいと思います山田情報流通行政局長 お答え申し上げます常時同時配信は受信料徴収の対象となっております、NHK の国内テレビ放送の視聴と同等のことを可能とするものでございます。このため、仮に受信契約者でない方に対して、受信契約者と同等の提供条件で提供するような場合には、受信料を支払わずに、受信契約者と同じ条件で視聴できてしまうこととなりますため、受信契約者にとって不公平なものとなります。 そのため、料金その他の提供条件に関する事項が受信料制度の趣旨に照らして不適切でないことの審査が必要となると考えたものでございまして、当該事項を実施基準の認可要件として追加するものでございます。なおあの料金その他の他提供条件 でございますが具体的には、例えば常時同時配信を実施するに際し、受信契約者に対しては追加負担なく利用できるようにする一方で、非受信契約者に対しては、受信契約者と同等の映像は視聴できないようにする、措置を取るといった事項が挙げられるかと考えております石川博孝君。 はい、今あの、ご説明いただいたとおり、まあ、実施基準の認可要件に、この料金相当の提供条件、すなわち、えー、契約世帯であるかどうかあ、非受信契約者であるかどうか、まあ、これを認証した上でえで、ー、インターネット上時配信があ見れるという制度になっているかどうかということを、実施基準のお認可要件に加えるということでございます。まあ、ここで NHK さんにお伺いしたいのは、あのそのお認証をどのように行うのか、要するに、えーまあ、NHK の受信契約を結んで、 いるるででああかかかかどどううその契約は、まあ、初帯、えー、その家庭ごとにやっているわけでございますが、その構成員であるかどうかということを、えー、把握をし、また認証する必要がある、また場合によっては、成りすましといった悪用を、まあ、防ぐこともしっかりやっていく必要があろうかと思いますけれども、この成りすまし対策も含めて、どのように行うのかご説明、ご説明をいただけますでしょうか。 常時同時配信、見逃し配信の利用を希望される方には、最初に利用登録をしていただくことになります。登録していただくと、画面上のメッセージが消去されて、サービスが利用できるということになります。登録の際には、記入し登録の際に記入していただく氏名、住所などの情報と、受信契約の情報を照合しまして、契約の有無を判断するということになります。 照合した結果、受信契約が確認できなかった場合には、常時同時配信については、画面にメッ,セージがメッセージが表示された形にとどめて、見逃し配信のサービスは利用できない仕組みとする方針であります。あのご指摘にありました、なりすまし対策につきましては、受信契約者になりすまして利用登録を行うケースが起こりうるということは承知をしております。そのようなことが あると、受信契約者ご本人にご迷惑をおかけする心配もありまして、対策を検討しております。具体的な方法について、今明らかにすることは差し控えたいんですが、十分な安全性を確保できる仕組みとなるように検討しております。石川博孝君。はい、まあ、これから詳細、あの、検討ということで、えー、ありましょうけれども、まあ、国民の、まあ,あ、理解が。 え,えやすいようなま簡便な手続き等もぜひ検討いただきたいなというふうに思っているところでございます。続きましてあの NHK オンデマンドまあいわゆる NOD との関係についてお伺いをしたいと思います。今回の法律案ではまあ同時同時配信がま認められた場合、まあ NHK からその配信されたものをま一週間 見逃しても無料でといいますか、その契約者であれば見ることができる、いわゆる見逃し配信も実施するというふうに説明がなされております、この1週間見逃,せ見逃したものを見れるということとなりますと、今、現在、NHK さんが NHK オンデマンドとして提供されている、見逃し見放題パックというんでしょうか。 月額972円で、まあ、有料で見逃しされた、見逃した放送を見ることができるコンテンツと、まあ、競合するんではないかというふうに、まあ、素人的には思うわけでございますが、NHK として今後、無料で行う予定の、この NHK 同時配信を見逃した場合に見れる配信、見逃し配信と、NHK オンデマンドで有料で今提供しているサービスを、どのようにすみ分けて実施していくのかについて、現段階の検討状況お知らせ、教えていただきます。 でししょうか日本放送協会木田専務理事お答えいたします総務省の放送をめぐる諸課題に関する検討会の第2次取りまとめにおいて、まあ、一定期間の見逃し配信を提供することは、国民視聴者のニーズに対応するものであり、一定の合理性があると、まあ、されたことなどを踏まえ、地上放送、まあ、総合テレビと教育テレビですが、について常時同時配信のサービスと合わせて、 一定期間の見逃し配信を行うことを検討しております。まあ民放各社などが行っている見逃し配信の状況等を見ると、まあ一週間の無料配信を行っている事例がまあ、えー、おおございます。まあこうした状況も参考にしながら、えー、受信料を財源とする見逃し配信サービスとそれから有料で提供する NHK オンデマンドとの関係について、今あのサービスとお財務の両面から、えー、検討を進めております。 NHK オンデマンドについては、今の利用者の利便性を損ねないことを前提に、収支均衡を意識しながら、より魅力的で利便性の高いサービスを提供することを目指しております石,石川博貴君。はいまあ、住み分けを、まあ、検討していいいくととうことでござまますが、まあ 無償で見れるあの常時同時配信の見逃し、そして優勝で見る NHK オンデマンドの、まあ、見逃し、まあ、両方あるんであれば、当然これから始まる、えー NH えー、常時同時配信の見逃しの方にまに、あ、顧客は流れていくんではないかというふうに、まあ、通常思います、まあ。そうしますと、この NHK オンデマンドの事業、このお、まあ、収支、採算、経営に、まあ、影響を与えることが、まあ、懸念されるわけでございます、まあ。平成20年12月からサービスを開始されている、この NODNHK オンデマンド は、累積損失が、まあ、当初、赤字が続いたということもあって、累積損失が73億円に上っているというふうに伺っております。まあ、最近はずいぶんとあの経営状況も改善されたと聞いておりますけれども、えー、こうした累積損失の解消も遠のくことにか、まあ、懸念されるわけでございますが、どのようにこの今後、まあ、NHK オンデマンドの累積損失を解消していくのか、方針をあの聞かせていただけますでしょうか。理事 はい、あの先生がご指摘のように、えー、平成20年12月にサービスを開始して、まあ、当社は初期投資等により、単年度の収支は赤字が続きました、まあ、その後、会員数が順調に増え続けたことなどもあり、平成25年度以降はまあ収支を改善しております、えー、ちょっとセキュリティ確保のためのシステム改修を行った平成29年度、これ以外はまあ単年度収支は黒字というふうになっております。 平成30年度の決算は現在集、集計中ですけれども、まあ、収支は好調で繰り越決算金の縮小を見込んでおります。 今後とも収入と支出の均衡に留意し、収支・総称を目指すことに変わりは,ない変わりはありません、まあ現あの。外部のインターネット動画配信の市場動向等も踏まえつつ、まあ、受信料で作った番組アーカイブの提供が視聴者にとって、まあ、魅力のあるサービスになるよう、まあ、引き続き取り組んでまいりたいと考えております石川博隆君。 まあそうした中で、今回、その常時同時配信のまあ見逃し配信も始めるということで、一層、この NHK オンディマンドの事業としてのまあ収支に影響が与える可能性があるので、さらにこの NOD のまあ質の向上、魅力向上、これを進めていかなければいけないのではないかと思います。まあ、今あ、NOD 上で配信されている番組数は、見逃し番組では月5、600本。 500から600本、えー、特選ライブラリーでは、えー、以前5000本であったものが7000本に、まあ、番組配信されるというふうに聞いております、まあ、古い番組になればなるほど、まあ、権利処理の関係が、えー、大変なことから、課題があると思いますけれども、こうした提供番組の拡大ということも、えー、NOD が進めていかなければならない一つの方向性ではないかと思いますけれども、この点について、NHK のご見解をいただきたいと思います。木田 はい、NHK オンデマンドの魅力をより多くの人々に感じていただく上えで、まあ、提供番組数の拡大は非常に重要なことだと考えており、えー、提供番組数の増加に努めているところであります。えー、今ご指摘のように、えー、現在7000本に達しております特選ライブラリーでありますが、この2年間で結局、約2000本を増やすことができました。 今後とも収入と支出の均衡に留意しつつ、提供番組の一層の拡大に努めていきたいというふうに考えております石川宏孝君。 そこであの、まあ、提供番組を拡大していくためにも、あの著作権の問題が一つの大きな課題というふうに認識をしております。また今回の,あの常時同時配信につきましても、えー、午前中あの、杉尾先生の質疑にもありましたとおり、えー、著作権の、まあ、権利処理をどう円滑化していくのかということが大きな課題でございます。えー、平成27年、28年、29年に NHK さんは先ほど言いましたとおり、配信実験を行って、まあ、常時同時配信がどれだけ利用されるかということを調査されたわけでございますが、 この時もすべての番組を常時同時配信することはできなかったと、総合テレビでは対象時間の15%、教育テレビでは18%、これが配信ができなかったわけでございます、その配信できなかった理由として、権利者から配信許諾が得られなかった、また確認、使用許諾の確認が難しかったと、そういった事情様々であったかと思いますけれども、同時配信ができない状況にあったわけでございます。今後まあ この権利の処理を円滑化していく必要がありますけれども、まずあの今日文化庁、お越しいただいていますが、我が国の今の著作権法制で、えー、放送で配信する権利処理と、インターネット上で配信する権利処理がまあどのように異なるのか、そのご説明をいただけますか。文化庁内藤審議官おお答え申し上げます、えー、著作権法においては 商業用レコード制作者の権利として放送で用いられる場合には事後的に二次使用料を請求できる権利インターネット配信で用いられる場合には事前に許諾するか否かを判断できる権利を付与しておりますこれは放送とインターネット配信では権利者の利益に与える影響が大きく異なることを踏まえたものでございます。 このため放送事業者は商業用レコードを使用して制作した放送番組をインターネットでも配信しようとする場合には別途実演家レコード制作者の許諾を得ることが必要となりますこの点に関しましては許諾が必要という制度の下でも円滑な利用を実現することができるよう権利者団体が権利を集中管理し一括して許諾を出す仕組みが構築されており 現に NHK と日本レコード協会との間では、同時配信や見逃し配信等を含めて、包括的な契約が行われているものと承知し,承知しております石川博隆君。 今、ご説明いただきましたとおり、放送ではまあ報酬請求権といって、事後的にまあ二次使用料を請求できる一方で、インターネットでこれを配信しようとすると、まあ、事前にまあ許諾を得る必要があるということから、常時同時に配信する番組を制作しようと思うと、す、ま、べ、あ、て事前に許諾を得て、放送とそのインターネット配信を同時に行うということを取り組む必要があるということかというふうに思います。NHK として今 文化庁からも説明がありましたけれども、さまざまな取り組みをこれを乗り越えるために行われているというふうに聞いておりますけれども、どのような困難が生じるのか、また、権利処理の円滑化に向けて、NHK としてどう取り組むのか、ご説明をいただけますでしょうか木田専務理事、はい、あの今、説明がありましたように、現行の著作権制度では、まあ、放送と同時配信では権利の種類が異なります。 ですので、放送同時、常時同時配信を行う場合には、権利者から別途許諾を得る必要がありまして、その交渉のための時間やコストがかかると考えられます、常時同時配信に当たりましては、できる限り多くのニュース、番組を配信できることを目指しております、権利者団体や個別の権利者の方々には、丁寧に説明し、理解を得る努力を尽くしていきたいと考えております。 さらに権利者団体とは権利者から許諾,許諾を得るにあたっての手続きあるいは権料の条件などを取り決めるなど、まあ、業務を円滑に進めるための環境を整えていきたいというふうに考えておりますなお包括契約は今あの説明がありましたように音楽の分野では一般的となっております NHK も音楽レコード分野の団体とインターネット配信全般を 範囲に含む包括契約をまあ従前から締結しているところであります石川博孝君。 情報通信審議会が平成30年8月に取りまとめた視聴環境の変化に対応した放送コンテンツの政策、流通の促進方策の在り方に関する最終答申では、こうした権利処理方法の形成に向けた継続的な検討を行う体制の整備が必要とされているところでございます。そこで総務省、そして文化庁に、どのような継続的な検討を行っていくのか、体制の整備等について、見解をお聞かせいただければと思います。 山田情報流通行政局長お答え申し上げます委員ご指摘のとおり、審議会の結論を受けまして、総務省では昨年12月から有識者の協力を得まして、ネット同時配信にかかる権利処理に関する勉強会を開催しております。 この勉強会では現在、権利処理におけるフィンガープリント技術、これはあの楽曲ごとの特徴をデジタル化したものと、音楽を、放送に用いる音楽を照合させることで、楽曲情報を自動的にリストアップする技術でございますが、こういったものの活用の可能性、あるいは権利者団体が管理していない楽曲の権利処理が課題の一つとなっておりますので、この課題解決に資するブロックチェーン技術等の活用方策、といった運用面、技術面取り組みについて議論を 進めております総務省としては、NHK のみならず、民間放送事業者も含めて、ネット同時配信に係る権利処理が円滑に進むように、放送事業者における具体的なサービス内容ですとか、海外の実態なども踏まえながら、引き続き検討を進めまして、今年度中に一定の取りまとめを行ってまいります文化庁内藤審議官。 放送番組のインターネットによる同時配信において、著作権の権利処理が円滑に進められることは、文化庁といたしましても重要であると考えてございます。文化庁といたしましては、権利者情報の把握を容易にできるよう、平成29年度より、音楽分野における権利者情報データベースを構築するための、コンテンツ権利情報集約化等に向けた実証事業を行っております。今後は、 日本レコード協会などの権利者団体に所属していない、いわゆるアウトサイダーの方の権利者情報の集約も含め、データベースの構築を進め、権利,上権利処理の円滑化を一層進めてまいります石川博隆君、はいあの。これまであのやり取りさせていただきましたけれども、常時同時、はい、<coughs> 失礼。 時時同時配信を実現していく上で、この権利処理を円滑化していくということは、不可欠な課題かというふうに思いますので、引き続き総務省、そして文化庁、精力的に取り組んでいただくことをご要望申し上げたいと思います。続きまして、あの災害時における情報提供のあり方について、質問をさせていただきたいと思います。まあ、今現在でもあの災害時あるいはは国民生活や社会全体にに大ききな影響を及ぼす情報につきましては インターネット実施基準に基づいて、同時配信を実施されております。昨年の7月豪雨、西日本豪雨、あるいは北海道の胆振東部地震、さらには米朝首脳会談、こうした国民的関心が極めて高かったものについては、今の枠組みの中でも、常時同時配信を行えるという仕組みになっているわけでございます。この どのような放送について、えー、実施、同時配信を行うのかということについては、まあ、NHK の資料によりますと、特に迅速に提供すべきものとなっておりますけれども、まあ、具体的に同時同時配信、同時配信をするか否かを、まあ、どういう基準で判断しているのか、お伺いさせていただきたいと思います木田専務理事。はいえー、大きな地震やまあ被害の恐れがある台風、豪雨などといったまあ災害時や、 選挙、首脳会談など、まあ、その時々で、えー、特に迅速に提供すべきと判断したものについて、まあ、同時配信を行っております、えー、放送で、えー、特設ニュースで扱うなどといったような、えー、取り扱いもまあ踏まえつつ、えー、判断をしております、えー、平成30年度は先ほどおご指摘のありました大阪北部地震などをはじめ、30件の同時配信を行いました。石川博君 今、このように、まあ、国民が、特にまあ関心を持ち、そして特に迅速に提供すべきものは、同時配信を行っている、まあ、現行の中で、今後、常時同時配信が実現をいたしますと、先ほどありましたように、認証して、認証を得た方は、 ああ常時同時配信を見れるけれども常時同時配信を見れない方はまあ見れないということになるわけですけれどもこの特に迅速に提供すべきものについては認証を得られない人でもお常時同時配信を視聴できるというそういう仕組みになるんではないかというふうにあの思っておりますえー、まあ公共放送公共メディアとしてのまあ NHK の使命に鑑みればこうした大規模災害に限らずですね国民に大きな影響を及ぼす情報については積極的に広く配信していただくことが必要か。 と思いますけれども、えー、今後のこのお常時同時に配信時における、えー、特に迅速に提供すべきものについての方針をお聞かせいただければと思います。務理事はい 信頼される情報の社会的基盤としてのまあ役割を果たしていくためには、まあ安全安心に関わる情報であるとか、社会全体に大きな影響を及ぼす情報等について、まあいつでもどこでも接することができるようインターネットをまあ積極的に活用することが大変重要であると考えております。常時同時配信はまあ受信契約世帯の構成員が追加負担なく利用できるものですが、災害時など広く情報を提供する必要がある際には。 誰にでもメッセージなしのサービスを提供することを考えております。石川博君 よろしくお願い申し上げます。続きまして、時間も少し短くなってまいりましたが、地方向けの番組の提供に関する努力義務の規定についてお伺いをしたいと思います。NHK の肥大化を懸念する声が民放連民放事業者からあった中で、この地方同時配信にあたっては、地方の制限を設けることと、要望が出ているわけでございますが、この地方向けの番組の提供、また他の放送事業者の協力、これについての努力義務について、 総務省はどのような観点から盛り込んだのか、趣旨をお伺いしたいと思います山田情報流通行政局長。お答え申し上げます、NHK は放送法に基づきまして、放送番組の編集および放送にあたりまして、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するように求められております。 NHK が放送の補完的なサービスとして、常時同時配信を実施するにあたりましても、地方向けの放送番組を配信していくことは大変重要と考えております。このため、NHK に対しまして、常時同時配信を含むインターネット活用業務の実施に際しましては、地方向けの放送番組を提供するよう、努力義務を課したものでございます。 また、我が国の放送は、午前中もございましたが、NHK と民間放送二元体制の下で発展してきたものでございまして、近年の急速な視聴環境の変化を踏まえますと、放送事業者によるインターネットの活用が課題でございまして、こうしたことを踏まえますと、NHK がインターネット活用業務を行うに際しまして、民放と協力し取り組んでいくことは、 放送界全体のの発展の観点からも大変重要でございますこのため、NHK に対しまして、他の放送事業者によるインターネット番組配信等の円滑な実施に必要な協力について、努力義務を課すこととしたものでございます石川博隆君。 今、総務省からお話がありました、地方向け番組の提供について、努力義務を設けた趣旨でございますが、これを受けて NHK としては、常時同時配信における地,方情報地,方情地域情報の提供をどのように進めていくのか、これまでの衆議院での質疑と、あるいは諸課題検討会におけるやり取りを伺いますと、コストや運営体制の面から段階的に拡充をしていく、拡充のまでの間は、東京発の番組 ををを配信ししてていいくとううふうに説明をしております、まあ、どのような難点、段階的に進めていかなければいけないということについてのまあ障壁といいますか、課題があるのか、コストや運用面、えー、この辺をもう少し詳しく理由をご説明いただきたいというふうに思いますし、またあの地域制御、こういったものをどのように行っていくのか、スケジュール感も含めて、もしあればお答えいただけますでしょうか。原木政務理事お答えします 常時同時配信は放送の補完と位置づけておりまして地域放送番組をどのように配信していくかという課題は重要だというふうに認識しております放送が対象地域ごとに行われておりますことから地域放送番組を配信する際には地域制限を求める声も強くありますこうした点も考慮に入れまして対応していくことが必要だというふうに考えております 常時同時配信を実施する際の地域放送番組の配信につきましてはご指摘のように設備,設備整備等にかかるコストそれから運営体制の面から段階的に拡充していきたいというふうに考えておりますこのため地域放送が行われている時間帯につきましては当面、東京発の地域放送番組を配信する予定であります。 地域制限につきまして、将来的にどのように進めていくかについては、状況を見ながら今後、判断してまいりたいというふうに考えております石川平孝君。時間もありませんので、最後にあの大臣と、それから上田会長にお聞きをしたいと思います。今回のの法律案では NHK 不祥事を防止する観点からもガバナンス改革と といいいうものが盛り込ままれているところでございます昨今でも住民インタビューの音声ファイルを誤ったメール送信をしてしまう、あるいは単身赴任手当の不正受給などの有識問題が明らかになりました、今回の法律案で NHK の、まあ、役員の NHK に対する忠実義務の規定の追加などが盛り込まれておりますけれども、大臣としてこのガバナンス強化によって不祥事を防止することにどのような効果があると考えているのか。また NHK 会長としては、今回の法改正を受けて、どのように取り組んでいくのか、それぞれお聞かせいただけますでしょうか石田総務大臣、はいあの。近年ですね、今、議員ご指摘のようなあの不祥事が生じておりまして、NHK グループ全体のガバナンス強化というのがあの大きな課題になっているというふうに考えておるわけであります。こ、まあ、こうしししたたとを踏まえままえて本改正では今ご指摘がありましたけれども NHK グループのの役職員の職員務執行が 法令等に適応することを確保するための体制整備、さらには監査委員会によるチェック機能の強化、そして NHK 役員の NHK に対する忠実義務といった NHK グループのコンプライアンスを確保するための規定を整備をしているところでございまして NHK においては改正法を適切に運用していただいて NHK グループ全体でコンプライアンスの徹底に全力で取り組んでいただいて えー、役職員の意識の向上とチェック体制の充実によりましてまあこういう不祥事を二度と繰り返すことのないようにしていただきたいと考えております上田会長お答えいたします公共放送にとって何より重要なのは視聴者国民の皆様からの信頼でありますこれまで何度も職員やグループ会社の社員などに畜生三年落状一律という言葉通り 視聴者の信頼を裏切るようなことがあれば、その回復は並大抵なことではないと伝えてまいりました。不祥事の再発防止に向け、NHK 倫理、行動検証、行動指針の理解、徹底を図るとともに、すべての役職員に向けて、コンプライアンスの留意点を分かりやすく解説した文章を毎日送るなど、あらゆる機会を捉えまして、組織風土としてコンプライアンス意識を高め、徹底するよう努めてまいっております。 総務省、放送をめぐる諸課題に関する検討会の第2次取りまとめや放送法の改正案を踏まえまして、視聴者、国民の皆様からの信頼を第一に、専門家のご意見も参考にしつつ、不祥事を起こさない組織づくりに向けて、私が先頭に立ち、グループ一体で取り組んでまいる所存であります。終わります マジ